クラプトニーあとエリック・クラプトン、あ、エリック・クラプトンです、クラプトン、が、まあいろ、まあ、いろんなミュージシャンがね、ポール、あ、ジョージをトリビュートするライブがあったんですけど、その中で、鳥は誰かなと思ったら、多分エリック・クラプトンじゃないかなと思ったら、意外や意外に、なんか見知らぬおじさんが、なんかウクレレ持って、なんか歌ってたんですけど、そのおじさんが、の曲をですね、ちょっと今からやりたいと思います。実はこれビートルズに非常に、まあ、縁の深いというか、ジョージが、初めて演奏、まあ、ボーカルを取った曲がラジオに載ったっていう。BBC でしょ。BBC ですね、はい。珍しい曲をちょっとやりたいと思います。ピクチャーオブユー。してたということでちょっとやってみました。知らないですよね。でもね、知らない。知ってる人、知ってる人っていらっしゃいます。じゃあ送ってたから、ゴールさんの。間に合ったね。こういう曲もあるということで、一曲今日覚えたということで、卒業した気分で書いてたけど。YouTube で聞くと、ね、もの録音がものすごく悪くてね、悪くて歌詞もどうハモってるかよくわかんないっていうような。はい、ということで、じゃあ次はまた定番のビートルズナンバーいきたいと思います。Wishing you were so far away.
I'm not afraid to
法政部というアルバムですね。この曲はBumble Beats結成当時からやろうやろうと言ってずっと吹き伸ばしてやっと今やったという曲なんですね。急遽僕もなんか歌うパートが急遽変わって非常に焦りましたけど、まあ、何とか吹き伸ばしました。ボーカルですね。はい。それでは若手、武道館に行きさえすれば1500円で入れるおーね、はい、ホールのライブは1500円で見れる。いいよね。いいです。めっちゃ行きたいね。行きたいですけど、ちょっと交通費が高くつくので高いね。それと告知があまりにも突然すぎて、来週さすがに来週ね、はい、放課後やもんね。まあでもね、そういう若い人がビートルズをね、このポールの曲を聴いてほしいということで1500円にしてるらしいです。100人、100人限定だそうです。じゃあ、若手ドラマ村山様歌います。彼氏になりたい、彼氏になりたい、彼女募集中でございます。おちょっとよろしくお願いします。このまで、まあ、よかったら、まあ、メールアドレスが後で聞いてもらったら大丈夫なんで。フェイスブックにも載ってます。はい。なんか上を向いて感動の表情の写真も載ってます。はい、ちょっと悶絶してる。悶絶してる。悶絶しながらドラムを叩いているところはありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ。
どうもありがとうございました。エブリンハーハーでお願いしました。それちょっと楽器の権利がありますので、しばらく。